川に住む生き物を観察するイベントが5月28日、目黒川に面した広場、目黒川船入り場で行われました。このイベントは平成9年から定期的に行われていて、目黒川の生き物を調査して、自然の大切さや生き物にとって住みやすい環境を考えるものです。うわ、すごい緑だ。ほら。目黒区生物多様性地域戦略という計画を平成26年3月に策定しまして、それにのっとって行っている生物調査の一環です。目黒川という川が、身近な河川なんですけど、どんな生き物がいるかというのが皆さん、上から見るとわからない、そういうことが、多く意見がありましたので、年に1回そういう貴重な機会を設けるという場で生き物発見隊という企画を行っているわけです。今回は親子連れなどおよそ30人が参加し、普段は入ることができない目黒川で網を使って魚やカニなどを捕まえました。川から上がった後は捕まえた生き物を観察します。アユは水槽の中でも縄張りを作るといった興味深い話などを聞くことができました。自分たちの手で魚が取れて、それを水槽で観察して、これ小さな水族館なんですよね。彼ら彼女らが作った水族館、そういうことができる場所が目黒区ではここにしかないわけですね。でさっきもう申し上げましたが、海から上がってくる魚と上流から降りてくる魚がちょうどここで出会うというか、他に住める場所がないわけですね。この下に行きますと酸素が全くない状態で、夏はこう白濁しまして、そういう中でここの船入り場だけは酸素が豊富で魚が住める場所なんで、とても貴重なところだと思いますね。水が冷たくて、僕が逃したらこうやって取ってください。すごい滑ったな。僕も滑った。生き物はどうでした？いっぱいいたからびっくりした。いろいろ生き物とかもいて、なんか楽しかった。捕まえるのがなんか楽しくて、で捕まえ方もいろいろ分かりました。他にも参加者は、生き物が住める環境を作るためには普段の生活で出る汚れた水の量をなるべく少なくすることなど、水の大切さを学びました。毎年目黒川のその生き物が少しずつ変化しているというところがあるんですけども、それを住民の皆さんが直に確認することによって、目黒川こういうふうに変化しているよというのが統計的にも見れるし、瞬間的にも皆さん、確認することができます。特に今日、カニがいっぱい取れました。皆さん、アユがいっぱい取れた、ボラもいっぱいいたというのに皆さんすごく感動してましたので、そういう場を提供できたというのが非常に良かったですね。